どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グールリインボーク20年記念派遣ガシャということで、死神の願い有馬騎将来てますね。今回こちらを確定枠まで回していくんですが、このシーンよ、めちゃくちゃいいシーンだよね。多分これ奪うばかりだった人生が、なんかそんな感じの有馬のとこのシーンだよね。多分記憶上ではそうだったような気がする。ということで、性能の方見ていきましょう。5突した時に、新情報獲得率アップが 30% プラスで、時短カット10分と SSR でマイナス15分で、ポイントアップ 1.7 倍 SSR 持ってますね。いい感じだね。はい、欲しいやつを持っててくれてる。で、連携効果が派遣中新情報獲得率 10% アップということで、まあ、あんま連携的には美味しくないのかな。でも大体みんなもうね、2倍のやつつけてる人が1人いたら多分それしか使ってないと思うんで、まあまあキャラとしてね、アイコンに置いておきたいよね。ということで、今回、逃走ステータスっていうのが追加されてるんですけど、まあいまいちね、逃走もまだまだベータ版、第1回ベータなんで、分かってないぞということで、5突した時に、射程レートがプラス1。C、これ5突だよね。で、C なんだ。うん、これ C ってことは A とかも今後出てくるんだろうか。で、体力アップ B で、防御アップ C。移動アップ C の、移動速アップ C でね、このここが陣形になってるやつとかを、まあなんて言うんだろう、まあ使っ、なんかあれだよね、あるんだよねよく分かってないんだよ本当に陣形持ちのやつが、まあ、何体か紛れ込んでるんで、そいつをまあ リーダーにつけておくのかな。まあすると、まあ疾風陣雷っていうやつとか、あと何があったかな。あ、なんかね、一列のやつあったような気がするんだよな。うん、まあ、逃走は、おいおいまた動画に出しますわ、理解したら。はい。ということで、今回、確定枠まで回していきましょう。有馬騎将ですね。まあ、途中で出てくれれば、もうそこで終わろうかな。石ね、だいぶ使っちゃったんでね。で、今月のフェス、今月のフェスって来るの？復刻だけで終わるのかな？でも来ないか、さすがに。はい。プレミアムのキャラだいぶごとつ増えてきたな。昨日あんだけ回したから。おお、マジ派遣ねー、俺 SSR 出ないんだよ本当に。結局いつも確定枠まで回しちゃってるような気がする。さあ、確定枠ですね。まあ俺ね、そう、2周年の火曜日の昨日のね、メンテが開ける前にめちゃくちゃボックス整理したの。これめっちゃガチャ引くと思って。めちゃくちゃボックスをね、整理したんですよ。派遣キャラとかもう、いらねえ SSR いっぱい売っちゃったの。じゃあ逃走が始まるっていう。派遣キャラめっちゃいるやん、みたいな。ナッツクラッカーも来てますね。上に。有馬の上にね。いやー、このイラストめちゃくちゃいいですね。俺ちょっとこれフレンドのとこに置かせてもらいますね。ちょっと僕のフレンドのあれ使ってくれてる方申し訳ないんだけど、金木を。しばらくはこれで置いておきたいと思います。はい、ということで、お疲れ様でした。占領戦もね、まあ長い期間開催されてると思うんで、引き続き頑張っていきましょう。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。